皆さんこんにちは、佐藤和夫動画チャンネルであります。今日は5月の9日木曜日であります。まあここのところ連日天気がいいんで嬉しいです。そしてまた我が家の家庭菜園のための土作り、やっと出来上がりましたんで、今日朝のうちに苗買ってきました。まあ今年に関しましては、きゅうり、なす、トマト、そしてししとうと、この4種類植えることにいたしました。まあ例年はもうちょっと多いんですが、ちょっと今年はちょっと少なめにしたいなと思って、まあ先ほど植えましたんでね、まあ1ヶ月半か2ヶ月後には収穫できるのかなと思っておりますが、まあちょっと前にも以前にも言いましたけども、あの取れたての味、トマトのあのひげ、チクチクしたひげ、ああいうものをね、あの感じると作ってよかったなと思います。そしてあのナスもすごいトゲがあるんですよね、取れたてはね。まあそういうのもちょっと自分のところで作らないと感じることができない、そんな喜びでもあります。まあ皆さんもちょっと一坪でもあればね、作るといいのかなと思いますし、まあ最近は袋で作るトマトなんてのも売ってますんでね、まあそういうような形でちょっと身近にそういうようなものを作って食べるっていうのもちょっといいのかなと思いますので、ぜひとも試してみてください。まあ私はもう先ほど植えたので、もう今から収穫が楽しみでありますし、毎日ちょっと細かくチェックしながら日々を過ごしていきたいなと思っております。終わります。